90切りが難しいですよね。はい、私も一番苦戦しました。よいしょ。課題を決めて練習してました。スポナビゴルフスペシャルゲストは三浦桃佳プロです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。はい。スポナビゴルフは3回目の登場です。はい。はい。とても好評でして、ね、レッスン企画も。はい。ありがとうございます。で、とっても評判良かったのは100切りのレッスン、これやっとけばいいよっていうのが結構視聴者さんに好評で再生回数も多かったんですけど、今回はレベルアップして90切りを目指す。でも一番90切りが難しいですよね。私も一番苦戦しました。あ、本当ですか。はい、記憶にはあるんですね。あります、もちろん。なのでレベルアップした80代を出すための練習法を今回は紹介してもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず、はい、90切り難しいっておっしゃってたんですけど、はい、どの辺が一番難しいですか？まあそうですね。まあ私はそのちっちゃかったんで飛ばなかったんで、はい、ただひたすらこう、80台出すためにってドライバーを振ったりとか、ただひたすら本当に目標方向を決めずに打っててっていうのが多かったので。はいはい、まあ今私がレッスンしてても思う、目標方向をこう決めて練習するっていうのが一番大事なんじゃないかなって思いますね。練習場だと、こうやってマットあって、はい、まあボールを置いて、はい、まあ打つわけじゃないですか。はい、そこじゃないってことですか、目標は、ターゲットは。まあ私だったら、まあこの練習場だったら旗、はい、この旗の距離をこう距離計とかでだいたい見て、あ、この何ヤードにこれぐらいの距離感に乗せたい、寄せたいっていうのを決めて、私は課題を決めて練習してました。するようにしてから縮みました。距離がない、何もないところだったら、はい、本当に芝目の色が変わってるところまで距離を測ってみて、はい、見てもいいですし、あとはこう右から2番目の鉄塔とか、そういうふうに鉄塔で決めてもいいですよね。狙い場所を変えて打っていく。はい、そうですね。いろんなところを決めて打つことで、実際にこうプレッシャーをかけて打つことができるので、コースに行った時も成功する確率が上がるんじゃないかなと思います。コースだって距離見ますよね、もちろん。もちろん。ケリーさん残り距離いくつとか、はい、レーザーで見たり、とか、はい、距離を自分で見て目標を決めて打つのがコースだったら、練習場も同じことをするべきだと思うので、目標を決めて、こう距離も決めて打つ練習をするといいのかなと思います。はい、じゃあ具体的にどんな感じでやればいいのかをちょっと見せてもらってもいいですか。はい、じゃあドライバーからやっていきます。はい、はい、ここだったら、はい、まあ右から1、2、3、4番目の鉄塔、はい、まあたら黒の旗の奥ですね、はい、の方向を向いて狙って打ちたいと思います。はい、よいます。これだったらフェアウェイじゃないですかね。よいしょ。これだったらフェアウェイじゃないですかね。こんな感じで目標を決めて打つ。そうするとコースに近い練習ができるのかなと思います。なるほど。これじゃあ1球今ナイスショット思ったとこ飛んだじゃないですか。はい、じゃあまた次はポールの2つ左ぐらい、はい、例えば狙って、そういう感じもやってた方がいいですか？もちろんです。じゃあ左から1、2、3番目を向いて打ちます。はい、ということはそのマットよりも左を向くって感じですよね。そうですね。でもコースでティーグラウンドこう合わせてまっすぐになってるところの方が逆に少ないですよね。はいはい、だからこう目の錯覚で右の林とかに出てたら、ティーグラウンドが右向いてるからじゃんってなってしまうので、はい、そういうのを普段から練習していくと強くなれると思います。そうですね。少し左ですが。でもフェアウェイには残ってそうですね。これはフェアウェイ残ってそうですね。はい、少し左ですが。でもフェアウェイには残ってそうですね。これはフェアウェイ残ってそうですね。はい、こんな感じで練習していくと、自分自身が強くなれるのかなと思います。なるほど。僕も実はそういう練習たまにやるんですけど、はい、得意な向きと不得意な向きがあって、うんうん、こういうところでも左側狙って打つのは結構得意なんですけど、はい、右側狙って打つとやっぱりちょっと球ブレたりするんですよ。練習場だったら左サイドからちょっと打って練習していくと克服できるかもしれないですね。なんでなんかそういうこう得意不得意もご自身わかると思うんで、そういうのもチェックするといいんじゃないかなと思います。はい、私は左が得意です。ドライバーで方向を定めて打つ練習方法をやってもらったんですけど、はい、まああれはアイアンでもやっていいわけですよね。そう、もちろんです。ですよね。はい。はい。あと距離。はい。ちゃんと決めて打つというのもやってもらえればと。もうすごい大事だと思うので。はい。はい。じゃあ、はい、左側の一番手前のそこですね。はい。フラッグまでちょっとレーザー距離計で測ります。はい。はい。42とか3とかですか？どうですか？全然違うかな。目測ちょっと違ってますね。はい、ダメですね。33ヤードです。あらあらあら。はい。じゃあ58度で打ちたいと思います。はい。はいいい音した。うん。いい音した。うん。ナイスです。こんな感じでしょうか。はい。練習場は、まあ、芝がグリーンじゃないので、キャリーとかでやるとやりやすいので、はい、そこからランを自分で練習場とかコースで把握して、33ヤードキャリーだったら、あ、45ヤードかっていう風に打っていけばいいのかなと思います。はい、そうですね。はい。もうちょっとじゃあ。ちょっと遠い真ん中のフラッグもいっときましょうか。はい。よし、かかります。56ヤードです。56ヤードですね。じゃあ同じクラブで打ちたいと思います。狙いを定めて素振りを。56ぐらいだったらね。はい。基本的にスピンもかかるからあんまりキャリーとランは変わらないですね。うん。あ、左。あ、左。ちょい横に落ちたぐらいですね。そうですね。はい、普段60ちょっと打つぐらいの距離をキャリーで打ってみなんですけど、はい、そういう風にキャリーを定めてやると、はい、あ、キャディーさんに55ヤードでバンカーを越えますって言われたら、うん、そういう時にあ、これ練習したわっていう風に思えるので、すね、はい、すごくいい練習になるのかなと思います。わかりました。じゃあこれをやっとけば、はい、90切りも夢ではないと、はい、絶対そうだと思います、はい、ということで皆さん、はい、頑張ってみてください、はい、頑張って。